私の杖に宿る精霊火山へと人間の寿命を供給する術をここに記す。はじめに杖に術者の血を垂らし、火山と術者を接続する。続けて以下の呪文を詠唱せよ。とある地方のエルーンの古語だが、その意味を理解する必要はなく、私が何をしているかですか。見ての通り、君の命を長らえさせる方法を記しているんです。無論ただの保険ですよ。この先私に何があってもいいように、それだけです。その鮮烈さを知るまで僕の目は曇っていたのだ。今や慣れ親しんだ景色は塗り替えられ、ようやく色づいた。夜を輝かせるそれを僕は愛と呼ぼう。サルナーン愛の詩第一編。懐かしいですね。珍しいこともあるものです。私を元気づけてくれたんですか。さて、それでは君にもらった元気を糧にまた街で情報を集めるとしましょうか。星の島への情報は何かつかめましたか。数は集まったが、情報とも言えん噂ばかりだ。こんなもの本当に必要なのか。ええ、今は一つの手がかりも惜しい。感謝します。各地に残る噂、そして団長の持つ手紙。団長たちとの旅の中で集まった星の島の情報は、その実在の可能性を補強していってくれている。だが星の島への道筋は未だ見えない。私の寿命ではやはり。おい、お客さん、追加で一つ情報だ。うん、それは助かります。一体どのような。あんたの力になれるって人が現れたとかなんとか、町の外であんたを待ってるって話だ。うん。ふう、風は気持ちいいですが、なんとも日差しが強い。私のことはご心配なく、君のおかげで体調は悪くありませんしね。
ただ、一つ気がかりなのが。待ち合わせ場所にこんなものを仕掛けるとは。まったく、私の協力者とやらは何を考えているんでしょうね。ここからですよ。さあ、覚悟なさい。くらえ。準備はできてます。愛の力です。ハニー、やはり君は素晴らしい。さて、私の実力は測れましたか、協力者さん。出ておいでなさい。君でしたか。俺、兄ちゃんのことをずっと探してた。精霊様を取り戻すために。なるほど。それでお前は強くなれたのか。この私を倒せるくらいに。どうした？身がすくんでいるじゃないか。私からハニーを取り戻すんだろ？ああ、そうさ。見せてやるよ。俺は強くなったんだ。これだけの魔力を操るとは、随分と努力したんだな。そうさ、俺はあれからずっと島を守ってきたんだ。そうか、じゃ私の負けだ。え？お前、どうして精霊様が人里から魔物を遠ざけ、私たちを守ってきたのか知ってるか？それは、彼女が、そういう存在として生まれたからさ。水は流れる存在だし、風は吹く存在だ。それと同じように、彼女は島の人間を愛し守る存在なんだ。そんな彼女が、私たちの争いを望むはずはない。その意志に沿うなら、君に戦いを挑まれた時点で、私の負けだ。それじゃあ、精霊様を島に連れて帰っていいのか？文字通り、精霊火山に人生の大半を捧げる覚悟があればの話ですがね。知っての通り、彼女の寿命はもう尽きています。他の誰かの寿命を与え続けなければ、すぐにでも消えてしまうでしょう。君にその役割を担う覚悟はありますか？俺は。今すぐに答えを出す必要はありません。
ただ先にこれだけは渡しておきましょう。ここにハニーの依り代となる方法を書いておきました。もし覚悟が決まったなら。ああ、私のノートが。この風を起こしたのは君ですか、ハニー。小さい子に変なことを教えるなって、そんな人聞きの悪い。そもそもあんな恥ずかしい詩を書いたノートを人に見せるなですって。あれはあなたのために書いたものなのに。あ、もしかして精霊様、島に帰りたくないの？うん、これ以上島の子の命を糧にするくらいならそれこそ死んだ方がマシですか？でもだったら誰が島を守ってくれるの、精霊様？あなたの力の一部を分け与えるなんてどうしたんです、ハニー？なるほど、自分が帰らない代わりにお土産を持たせるようなものですか。いささか気に入りませんが。そんな！だって俺ずっと島のために精霊様を取り戻そうと頑張ってきたのに。しかし当のハニーに帰るつもりがないなら、島を守るのは君でいいんじゃないでしょうか。え？ハニーにもらった力があれば多少は村から魔物を遠ざけられるでしょう。それに君自身、島を守るために努力を重ねて私に挑めるくらいに強くなったんです。この二つがあれば大抵のことは何とかできると思いますよ。届かぬ願いを追い続けるより君にできることをしてみては。どの口で言ってんだよ兄ちゃん。こんな状態になっては開き直るほかないでしょ。わかったよ。もう精霊様が戻りたくないなら俺にはどうすることもできないし。でもありがとう精霊様、俺たちのことを見捨てないでくれて。助かりましたよハニー。あの少年を君の依り代にしたところで持つのは10年かそこらですからね。私と寿命、原因がどちらにせよ君は島を去る運命だったんです。それを思えば今が最善なんじゃないでしょうか。なんですハニー、君の力を少年に与えたことが私に影響あるか気になるんですか？気にすることはありませんよ。今さら寿命が減ったところで大した違いもないですし。それにあの少年を見送っていて一つ気づきました。いえね、私が彼にかけたのは私自身が欲していた言葉なのかもしれないと思いまして。きっと叶わないんです私の夢は。どうしようもなく大きなものに押しつぶされて。そんな現状を受け入れた上で自分にできることをするというのが私にとっても最善なのかもしれません。
不思議なものですね。一つ気持ちに区切りがついたら景色が違って見えてきました。あーん、君と出会った時のことを思い出します。あの瞬間を境に私の世界は色づいた。私はここが気に入りました。あなたはどうですか、ハニー。ここで二人穏やかに最後を迎えるのもいいのかもしれませんね。私たちの目指す果てはまだ先ということです。